QR カラーズのご紹介をします。 QR カラーズはですね、ワードプレスブログにインストールして使うプラグインとなっております。特徴としてはですね、用途ごとに、非常に分かりやすく、QR コードを生成していくと。事例なんですけれども、ご覧いただいている画面は Twitter のあなたの ID ですねを入れていただいて生成しております。そして生成後はですね、PNG でダウンロード、もしくは PDF でダウンロードというふうになっております。まず Twitter ですね。次に Facebook、あなたの Facebook の ID を入れて、QR コードを生成すると。次はペイパルですね。ペイパルの電子メールアドレス、登録した電子メールアドレスを入れてですね、金額を入れると。はい。このペイパルのですね、QR コードもですね、使い方によっては非常にですね、ユニークな、注文システムを構築することができると思います。はい。Android マーケット、iTunes ストア、電話ですね、ショートメッセージですね、はい、電子メール、マップですね、でコンタクト情報、そして URL ですね、あなたのお好きな URL を QR コードにすることができると。一応ですね、必須要件としてワードプレスの 3.5 以上、Google Chrome または Mozilla Firefox ブラウザーが推奨です。機能のいくつかはですね、インターネットエクスプローラーではご利用いただけないと、正常にご利用いただけない、ものがあります。またですね、英語圏の、プログラマーの開発となりますので、英語圏を想定している関係上、コンタクト情報など細かい情報をですね、日本語で入れた場合、バーコードが正常に読み取れないなどの一部のご利用いただけないっていうものがあります。はい、それは事前にご了承ください。ただですね、さまざまな活用シーンごとにですね、QR コードを生成することによってですね、あなたのですね、モバイル対策も加速するのではないかと思います。はい、ありがとうございました。